エリッサこと、エリッサザカリア・コーリーは、レバノンの歌手である。アラブ世界で最も大きなセールスを記録する女性歌手で、3度のワールドミュージックアワードを含む多くの賞を獲得している。エリッサは、アラブでは、ラゲブ・アラマ、シェブ・マミ、ファドル・シェーカー、クリス・レバー、ジプシー・キングスなど、国際的に活躍するアーティストとのコラボレーションをしていることでも知られている。エリッサは、 レバノン人の父とシリア人の母の下に生まれ、1992年にレバノンの音楽オーディション番組スタジオエルファンで銀メダルを獲得した。1999年にデビューアルバムバディダウブを EMI から発表するとアラブ世界では大きなヒットとなり、レバノンと中東で15万枚以上のセールスを記録した。このアルバムの成功により2000年にエリッサは カンヌ国際音楽祭へ出演した。2000年に発表したセカンドアルバム W 赤玉 AK は160万枚以上のセールスを記録した。イギリス人ミュージシャンであるスティングのオープニングアクトとしてエジプトのピラミッドで演奏をしたり、ドバイで元アメリカ大統領のビル・クリントンやヨルダン王妃、ラーニアの前で演奏をした。2002年6月にはサードアルバム エイスホロックを発表した。そして、ファッションブランドのクリスチャンディオールや、ペプシコーラのアラブ社会でのイメージスターとなった。2004年には、アラブのメジャーレーベルロターナと契約し、4枚目のアルバム、アラドニャを発表した。このアルバムは、2005年のワールドミュージックアワードで、中東、北アフリカ部門のベストセールスアルバム賞を獲得した。2006年には5枚目のアルバム、 バスタノックを発表し、620万枚のセールスを記録した。このアルバムの売り上げより、2007年のワールドミュージックアワードで再度中東部門のベストセールスアルバム賞を獲得した。2007年12月には6枚目のアルバム、アヤミ、ビークを発表し、2009年12月には7枚目のアルバム、ザタック・ビエメインを発表した。ザタック・ビエメインは、 中東で75万枚以上のセールスを記録するヒットとなった。2010年のワールドミュージックアワードで3回目となる中東部門のベストセールスアルバム賞を獲得した。ありがとうございます。